はい、コツのお趣味部屋へようこそ。今回もね、ドラゴンボールフィギュア紹介していきたいと思います。今回はね、こちらです。じゃじゃんとね、まあプライズ商品なんですけれども、ドラゴンボールセットクリエイタークリエイターから、シェンロンですね。造形師と写真家がね、タッグを組んで、やったというね。はい、本当はね、こちらのシェンロン、特別カラー、これも欲しかったんですけどね、ちょっと自分が行ったら、リサイクルショップでね売ってたのがこっちしかなかったんでね、こっちをゲットしてきました。はい、いやこれはね、買おうかどうか悩んでたやつなんですけど、安かったんでね、購入しました。はい、ではね、早速ですけれども、そうですね、とりあえず箱から出してみますね。はい、はい、ということでね、箱から出した状態にしました。はい、こちらですね、シェンロンの、顔から中間部分かな。で、中間部分で土台、こういう3つ構成の、あとは、ヒゲパーツ、こちらが、別個で、あと支柱が、4本っていう、結構多いよね。しかも結構特殊な支柱がありますね。どういうあれなのかね、ちょっとね、では組み立ててみましょう。はい、組み立て終わりました。今回結構ね、やっぱ支柱が多い分組み立ては結構ね複雑でしたね、自分にはね。まあね、こういう感じで、はい、出来上がりました。いや、大きさもね、いや、思ってたより大きいなっていう感じはしますね。もっとちっちゃいかと思ったんですけどね。いや、どうですかね。まあ、見た目から判断するに、めっちゃかっこいいわ、これ。もういつものセリフ言いましたけれどもね。いや、出来がね、これ、とにかくすごいわ、これ。でき、もう顔もね、もう見てください、これ超良い、これ似てる、そっくりシェンロンって感じ。ひげも長いし、もうね、こうちゃんとね、クリアパーツ使ってるんですよね、ドラゴンボールも。これは通信中かな、すごい見づらいけど通信中だな、手に持ってるのはね。で、支柱がね、もうやっぱ4本あるからね、こう、あと中間にこういうね、特殊な支柱もあってね、やっぱこう、ヘビみたいにくねってるんでね、やっぱそこら辺であんまり長く置いていくとへたれちゃうっていうのがあっての、多分こういう支柱だと思うんですよね。いやー、いいね。すげえわ、これ造形師すごいね。いやー、これすっげえ、これ、いやー、シェンロンフィギュアでもこれはすごいね。ほんと市販品レベルがっていうね、これも毎度のこと言ってますけどね。いや、でもほんと最近またクオリティ上がってきてますよね、プライスはね。一時期なんか、っていう感じでなってきましたけど、またここに来てプライス品の出来が上がってきましたね。いや、ほんとね、これ金取れますよ、普通に数千円。いや、これはすごい。いや、これね、飾り映えしますね。もう一つの原型カラーがあったらね、あれは多分部屋のね、風水でいい、調べてね、いいところに竜を置けば置物としてね、なんかご利益あるかもしれないですね。
これは色がついてるからモロドラゴンボールって分かっちゃうけどね、白黒だったらまず玄関前とかに置いてもね、お客さん来ても分かんないと思いますけどね。うん、いやこれはすごいな、いや想像以上だったな、いや買ってよかったなこれは。悩んでたんだけどね、なんか実際もっとちっちゃいのかなって思ってたんですけどね、わりかし大きいですね。うん、いやこれはほんとすげえ、躍動感もすごいね。いや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 、はい、ということでね、今回はね、ドラゴンボールから、クリエイタークリエイターシェンロン、はい、カラーバージョンをね、開封しましたけれども、皆さんもねこれを見てね、悩んでた人はね、ぜひ購入した方がいいと思います、はい、自分もね悩んでたんですけど予想以上のレベルだったんでね、おすすめします、はい、ということで、今回の動画は、これにて終わりたいと思います。もしね、これを見て、チャンネル登録まだの方がいましたら、チャンネル登録、あとね、見てね、気に入っていただけましたら、ぜひねいいねボタンを押してください。では今回はこれにてご視聴ありがとうございました。Friend, be good. Follow me.